はい、リップルの情報になりますけどもスペイン本拠の国際銀行でありますサンタンデールという銀行があるんですよねこちらの方はリップルの技術を利用したブロックチェーン送金ネットワークを12日に開始しました開始ですブロックチェーンを使った最終消費者向け国際送,、えー、送金を銀行が手掛けるのはサンタンデールがこれが世界初になりますついに始まったわけですよねここにですね、えー、XRP の上昇のちゃんとした理由があるんですよ 申し訳ないんですけども多くのアルトコインというのはビットコインが上がったことに対して連動して上がってるんですよ単独で単独の理由で上がってるのはこの XRP だけではないかなと思います要するにこれからはですねビットコインが上がった下がったにつられずに XRP は独自の上げ幅下げ幅を作っていくということなんではないかなと私は分析していますで記事の方続きますね今回提供開始するサービス ONEPayFX は リップルのブロックチェーン技術を利用して国際送金のコストを等待ち時間を削減するとこれが望んでいるところですねまずはスペインブラジルポーランド英国に口座を保有する顧客からサービスを提供するということですねでアナ・ボティン執行会長は以下のように述べたわけなんですけどもこちらの方を読ませていただきます本日から英国の顧客はワンペイでヨーロッパと米国への送金が可能になる スペインの顧客は英国と米国にそしてブラジルとポーランドの顧客は英国への送金が可能だということなんですよね、うん、日本からアメリカへはいつ可能になるんでしょうかね、えー、ヨーロッパへの送金は同日中に処理されるすごいまた今年夏までには 複数の市場に即時送金サービスを提供したいということで動いているそうなんですけどもさあなんともリップルに対してね一方的に明るくなる話題ではないですかこの情報を知っていて3ヶ月過ごすのと知らずに3ヶ月チャートを見てるのとは全く訳が違いますからねこの情報っていうのは完全にもう資産を作る情報になってきてますから皆さんもお取りこぼしのないように、えー、続きを聞いていただきたいんですけども、えー、サンタンデールとリップルは数年間にわたって同サービスを開発してきた。 2015年の時点で初期段階のプロトタイプでさえもブロックチェーンが伝統的な支払い方法の欠点を改善できることを示していたんですね。2015年ですよで A のサンタンデール銀行は16年、えー、リップルを使ったあ携帯電話送金サービスを同社員向けに えー、提供開始していたというのはよく知られていることなんですけどもまあでも知らないですよね、えー、サンタンデールはライバル銀行に先んじリップルを使用した一般顧客向けの口座取引を初めて実現させたということですごい,い,い歴史に残るようなね、えー、出来事なんですけども受け止めてますからこの歴史に残るべき凄さを。で,で同様の計画はなんとですね韓国と日本の金融機関の間でも現在進行中ですからね。 さあすごいニュースだということで限定放送になっております。えー、ジェネシス・ナイムにご参加いただいた方、本当この情報が届けられるのは私にとっても喜びです。それでは失礼します。